すごくすごく高くなってるんで、はい、お店やってるんですけど結構深刻シビアですね。全体的な商品が値上げの傾向になってますので、それを少しずつ上げるしかないですね。私たちもいろいろな努力をしてきたんですけれども、そこもかなり厳しい状態になってきたというところで、頻繁にはそんなに遊びに行くことは少なくなるかな、例えばディズニーランドとかそんなにやっぱりこう特別な時にしか行かなくなるかなって。